どうも、エルザです。それでは、2を2やっていきたいと思います。さあ、続きということで。いきなりいるね。ちょっと、お相手を願おう。危ないね。ふぅ、あぶねえ。で、君は何かいいもの持ってたのかい？よさげだけど、そっか、こっちの方が。100か。アムリータ吸収で体力自動回復。おー、なんか雷城道。かっこいいね。なんかね。そはや、覇王。重い。覇王シリーズ、揃えれるか。覇王でしょ？で、ソハヤか。覇王が胴体あるんだよね。織田信愛用していたと。L にね。覇王シリーズは、無双剣の発生が早まると。悪くはないか。無双剣片手だっけ？確かね。まあいいや、行こう。いるな。こっち強そうだな。トン。しかも一撃ではない。ならば、このわしが相手じゃ。痛い痛い痛い、それは痛い。おお、そうだね、復活するわな。そりゃそうだよね、社行ったら復活してるよね。これでしまいにはならぬ。それ、あ、当たんねえ。くっ、痛い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 、にゃろ、痛かった。単純にまあちょっともったいないんで。レベル上げれたね。上げとこ上げとこ。怖いからね、20何万失うって、なかなかきついよ。ここまで来てね。よし。で、また君がいると。まあ、ホタル丸は一緒だよね。ロックしておいて、で、一緒。こっちも覇王だね。鬼縛った。強靭上がるか。強靭上がるならつけてた方が。
いない？いないかな、敵はね。よし。97。115。やり。いってー、それ。痛いねやっぱり間違えたー。まあ、いいや。ぶつかったもんはしゃあない。この野郎。あー、ボタンしくったな、普通に。まあ、いっか。回復したし。じゃあ次。これ、正面は、開かない？開いたね。よし。このままいける。アイテム取っとく。いるね。さあ、来い来い。回収していったね。隠れてない？意外と隠れてなかった。あー、反対側いるね。はいはいはい。まあ、壁越しは攻撃できないからね。いたね。これ間に合うかな？いや、双剣の強靭が高いのきついと思ったらそういうことですか？そういうことですか。お兄さん、それはやめてくれ。いやー、ちょいちょいボタン操作間違えるな。で、あ、いた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 。浜屋。問題は。いったもめんか。
きつい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 、一旦木綿はきつい。おおおお、ああいうふうに飛ばしてくるわけね。あーそこに塗り壁いる。いやーきついな、意外ときついな。まずは違う違う、怒ってるね。よし、ありがとうございます。さあ塗り壁ゲッチュの、なんか残ったかな。これがねなかなかね、どれだったか思い出せないんだよね。あしこね、あ違う違う違う、ハ連射するとそんな動きになるの？面白いな。ムジナさんね。さ、特には、レベルは高いけどって感じだね。おお、赤鬼の継装。真田さんかな。よし、これでいこう。ちなみに回復しておいて、やっぱやられるよね。でこっちではない、正面か。あれボス戦じゃねこれ、足りるかな。まあ行ってみよう。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。惜しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらない。さあ藤吉郎戦。
対人戦増えたね。その月が怖えな。おお、火か。あち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 。お猿さん、猿め。くー、はーいえな。いや、さあそれが強い。はあ、うん、まそれ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 、それがきつい。お猿さんの使いっぷりっすな。俺も負けるわけにいかん。やったね。なんでだろうね。お猿さんか。よし、倒したー達成。いや、藤吉郎お前強くなりすぎ、マジで。そして2頭ね、これお気に入りしときますか。キンゴ、いやー藤吉郎お前もここまでだな。まだだ。あれがあれば俺は。
時郎生き返ったかっていうか、あやかしになってしまった感じかな。さあお見事ということで、藤吉郎の本陣は強襲してこれを倒すことはお主にしかできん系統のよと。さあ天下に報告するがよかろう。いやマジで強かったな。さあちょっと準備だけして、昇天の間、あそのまま同じ場所でミッションなんだ。へえ、じゃあ引き続きやっていきますか。うぬ、何やら怪しげな空模様じゃ。それに奇妙な気配もしおると。宗吉郎は倒れたというね。一体何事じゃろう。お主急ぎ徳川の本陣に戻るのじゃ。気をつけるのじゃぞ。そういえばお市がなんかアムリタ割ってたけど、あああれ願い入ってたのかな。なんかそんな気もするね。戻るんだよね、だってね。いやだいぶやべえな。お、カッパ。いやあ、あやかしがやばいことになってるな。うん？様子が変だぞ。雨だらけか、崩れたか金庫が。え、でムムヨちゃんは？あ、ついてくる感じだね。じゃあ一人じゃないと。止まった？いたね。はい、帰れ。とりあえず拝んで、これは一体何が起こった？いや本当どういうこと？辺りが改まで満ちておる。このように少しで金庫が崩れることがあろうとは。やっぱ崩れたか金庫。痛いね。あれやかいだな、あの塊はね。とりあえず来た道戻る感じだね。半蔵はどこ行った？ぐるって回ってか。よし、とりあえず。で、次が。ラクミー。
いやー、きついねー。何がきついって視界の悪さというか、なんというか。こんなはずは。これ避けられるんだね。あれ避けられるか。そうだね。いてー。そこ絶対ずっと増えるしな。ちょっと連れていけるとこまでどんどん連れていくか。いて、ふみょうちゃん何してんの。まさかの倒してないというね。こいつやるわ。なんだったんだこいつは。部活武者はあ、結構やばそうなのが手に入った気はするけど、とりあえず、一回拝んでおいて、はいはい。おお、これかっけえね。で、オッケーだね。よし。まあ装備も上がるならって感じか。ないとね、おっけんせよ。腰か。よし、ちょっと戻って。
で登れる。ぐるっと回ってあっちに行きたかったけど、やっべえなマジで。ダメだ、全然ヒルマンゾ。あそこは無視してても良さそうだね。行って、こいつはコロクの、そうだね、五六の。くえ。スタミナがもうちょいなんだけどな。小闇入るか。ここで負けるわけにいかんから。はあ、つえー。
小屋み。動き早いからな。大丈夫かな。痛い痛い痛い。何もしてない。さて、どっち来るかで全然変わるんだよな、動きが。ついねえ。待て待て待て、幻影でやられかけたぞ。ここで構えたち。いやー、だいぶ大変なことになってきたね。さ、紅雲に変えて、いきますか。いや、強いってもんじゃないね。なんだろうね。マジで全然違うんだよね、今までと。あとはこの人だね。おお、こんなところに。じゃじゃじゃ、さあ何くれる。結構ね、狙ったものってもらえないよね、やりね。最後にして、70ギリギリって感じか。来るんだ、上はね。痛いね、それが痛い。
関係性はありそうでね。この霊石壊してると後々いいのかな、いいことあるかな。どうだ、あれも壊したいね。120、やべえのいるな。やべやべやべ、あぶな、回るしかねえ、やべえな。ちょっとさすがにこれで行くのはダメだね。一回拝もう、せめて拝もう。いや、あのね、強すぎ、いくらなんでも。いやあ、つらいわこれは。人の方が多いんじゃないかな。鬼が多いのも結構きついね。それ痛いね。背中か、弱点は。はあ。やめやめやめ。ちょっと発射。いやいや、痛い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 、それはめちゃくちゃ痛い。ここ開けるとどっかに合流はできるようになったか。あ、痛い痛い、あ、おいでー。落ちるところやったね。さあ帰ってもらって、これも下ろせば、あー、そこから登ってこれるわけね。じゃあ結局のところ合流したね。あー、よかったよかった。よし、そしたらそうだね、得意、いや、なんかありそうだ。一回オガモン、って感じだけど、厄介そうだなこの先もね。
く。そうか、コロック落ちたか。むずいね、今のタイミングむずいね。ほう。で、ガード貫通。きちいな、ガード貫通きちいな。距離取っとかないと難しいね。やべやべ、スタミナ貯めて。それが痛いんだよね、投げがマジで。当たんのそれ。コロク強いよ。最後暴走したか。あー強い。強すぎるって。お主、早く何とかしてくれんかの。わしとて長く当てられると危ういやもしれん。そうか。はい、ということで今回はここまでにしましょう。いやー、ここ敵がなんか段違いに強くなってきたぞ。いや、めちゃくちゃ辛いわ。まあまあ、ちょっと次回はここの次から、まあボスまで行けるといいなーって感じだけどね。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。